こんばんは。おつおつ、皆様おつでございます。ふーちゃんこんばんは。こんばんは。今日も遊びに来て、はあ疲れた。ふえふえ、こんばんはでござんす。こんばんは。そう、今日恋ラジでした。恋ラジしてきたぜ。よく頑張りました。いや皆さんもよく頑張りました。暑かったね今日。びっくりした、暑くてね。Tさん面白いね。Tさん面白かったですね。めちゃくちゃお優しい方でした。とてもふーちゃんの理想のお家は何だったの？私の理想のお家はネット環境が整ってたらすごくそれだけで良いです。残業時間は空調止まるから職場暑い。それきつくないですか？めちゃくちゃそれはきついな。きついわね。Every day, カチューシャか。Every day, Every day, カチューシャか。たら、最近整えるって言葉にハマってるね。ハマってる？ハマってるかな？ハマってないけど。ハマってないよ。こんばんは。君が好きな言葉にできないよ。ちゃちゃちゃ。君が好きな僕のこの気持ち。君が好きな小麦色に焼けるより。恋はいつかそいつきつくもの。エビエビエビデイ、エビエビデイ、アチューちゃんか。エビエビエビデイ。今日買い物行ってきたんだ。買い物行ってきて、去年のアビカツオフ良かったの。君がってやってた。好きな言葉にできないよ。ここ好きなんですよ。ふ、メイクコスメ買ってきた。それでは YouTuber、 美容系 YouTuber 降臨、美容系 YouTuber 呼ぶスタッフ。でん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 。まずは眉毛を買いました。眉毛を買ったっておかしいな。眉、アイブロウパウダーを買いました。これです。可愛いんですよ。このフーミーっていうところがすごい好きなんですけど、プチプラ安いんだよね。開かないなんで
箱が硬すぎる。はいはいはい。あー、いた。よし、開きました。私の眉毛でございます。お、色をこの色に。可愛くないですか、こんな色の眉毛。眉毛最近は明るくしようと思って、ちょっとピンクも混ぜるのにハマってて、眉毛にこれをね混ぜるとむっちゃ可愛いってメイクさん写真集の時に教えてもらって、ピンク入れるとふーちゃん似合うと思うよって言われて、眉毛に。そうだから入れようと思って、そうこんな感じ。かわいい。これは明日使います。眉毛かわいいでしょ。ね、新しいの使うときワクワクするよね。髪の長さいい感じやな。マジ？ちょっと伸びてきた感じ。こんぐらいが好き。もうちょっと伸びても好きだけど。ほんで、ほんでマスカラも買いました。これなんだ？あ、これだ。じゃん、これも同じ風味っていうところなんだけど、マスカラ買っちゃった。いや、まつげパーマしててマスカラほとんどしないんですけど、まつげパーマが落ちてきたのでマスカラするかと思ってカラーマスカラ買いました。じゃん、魔法のステッキです。こんな色です。かわいい。オレンジのオレンジのマスカラ。チュン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 ってチュン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 。最近はピンクをどこやったかな、これ。最近はこんななんかピンク紫みたいなのを使ってることが多かったんだけど、こっちにしてみた。これ塗ってみるか今。以上いい。ちょっと塗ってみよう。マスカラ、マスカラ塗ってみよう作戦。オレンジ。あ、ちょっと髪の毛待ってね。今ぬりぬりしておりますので、え、めっちゃ可愛いんだが、どうしよう。めっちゃ可愛い。やばい、ヤバオくん、カバオくん。雪の鐘がうわ、めっちゃ可愛い、この色。うわ、これは正解。わかるかな？これ下もやると可愛いんだろうな。下まつげ今やってないんだけど。下まつげやるか。ちょっと待って。雪の鐘がににに。ジャムバタチーズラナナ。
ちょっと待ってね。かわいいな、このマスカラ。カラーマスカラ。どう？横向いたらわかるかな？どうやったらわかるかな？わかる？目元。うそ。ほら。わかるかな？どう？遠くから見たらそんなさ、めっちゃオレンジって感じではないけど、この辺で見たらそんなじゃない？普通のちょっと抜け感あるなぐらい。近くで見ると結構わかるね。かわいい、この色。これはね、ね、いい感じになる、遠くからだと。え、めっちゃ好き、この色。めっちゃ好きだ。好きすぎて、好きすぎて、好きすぎて。これ何色だ？キャロットオレンジだって。見えてない。うわ、いいね、この色。良きですね。良かった、買って。確かに買って良かった。人参。あ、人参オレンジって色か。人参オレンジです。今今日は人参オレンジです。これを買いました。僕この時つけて、え、ね、今お気に入りだったらつけようと思っててさ、え、お気に入りだから多分来週の僕これつけてると思う。これめっちゃ可愛いわ、この色。わあ、ああ、うん、よい。ちょっとお気に入りに加わりました、僕の。夏服に合いそう、確かに。キャロットオレンジ。テンション上がって、上がる。こういうのしてるときすごい楽しい。そう、よくない？よくない？これ、これよくない？よくな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 くせー、イエーイ。斜めから見たらすごいね、確かに。よきよき。こんばんは。いいね、これを買いました。あとはこれは通販で買ったやつなんだけど、ハイライト、これ、ここ塗ったとこ、今ここ塗ったの。わかる？すごくない？今美容系 YouTuber じゃない風。これ買ったの。つやつや、とやとやな、とやとやな、とやこ、とやしたとやこになれる。とやしたとやこ、ここ、この、この線のとこ、ケアケアする。とやしたとやこになれるんです。これを買いました。ふやっとやです。あとはじゃんじゃん。これは100均で買いました。精密ドライバーセットです。
精密ドライバーを買いました。これはメガネなんですけど、これね、私のメガネなんですよ。これ私のいつも使ってるメガネなんだけど、なんかここの開きがやばくて、あのね、これでふうさサウナ入っちゃったんよ。これしたままサウナ入っちゃったらすごい熱でここが緩くなっちゃって、すごい開くようになっちゃったの。だから精密ドライバーで自分で直せるかなと思って買ってみた。そう、私さ、お風呂入るときメガネして入るからさ、そしたらすごいみんなに嫌がられたんだよな、メンバーのみんなに。いつも嫌がられる。なんか昔からねメガネして入るんですけど、そうみんなにすごい嫌がられる。これダメかな、精密ドライバー一応買ってみたんだけど、お店で無償でやってくれないかな。いやー、めんどくさくて行くのが、だからさ、夜勤の方が家から近いんだよな。まあめんどくさいよね行くの。ただただ理由はそれだけです。めんどくさい、遠い。いけんじゃない。でもなんか分からんな、いけてるんか。これ何が正解なの。あ、でもどうだろう、全然緩いな。うん、全然緩い。これ何が、え、もはやさ、この棒が曲がってる説、これが曲がってるのか、フレームが曲がったのかな。そんな気もしてきた。確かに、なんか今こう、こんだけ開いてるんだけど、こう開いてるんだけど、これとこれからこんぐらいにしたくて、やっぱフレームが曲がってるのか。ドライヤーで温めて形整えて氷水で冷やしたら治るよいいね、原始的だ。フレームが曲がってるのか。じゃあ熱で溶けちゃったのか、フレームが歪んじゃったのか。直しに行こうかな。じゃあ今度直しに行くか。捨てたかもしれないですね。捨てた。捨てた9割。あれ持ってくか、じゃあ。メガネケース持ってくか。大丈夫か、なんとかなるよな。かわいいでしょこれ。
あ、 LINE 友達追加してたかな、してたかもしんない。あ、したわ、した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 わ。なんか度数がどうのこうのみたいな言われて、なんかしたような気がせんでもないようなせんでもないようなっていう。あ、したしたかもしれん、もしかしたら、もしかしてだけど。いけるか。今度行こう。早めに行きたいな。早めに行きたいけど今週は行けないな。ああ、来週だな、行けて。今週はそうだね、行けないので。来週行こうか。びっくりした？びっくりさせた。やばい、携帯めっちゃ熱くなってる。あちあち、あち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 。直接会える話か、メガネ登場しません。充電しながらしてる。充電外した方がいいのかな。いつも充電しながらしてるんだけど。充電外した方がいいかな。外す？こんばんは。外しといてあげよう。失礼。70何パーだとかいける気がする。ね、わあ、あれどこ置いたっけ。また、皆さん今日は何してたんですか。今日も仕事か。みんな仕事ですよね。今日も京都でお仕事も。仕事マンか、学校か。しまらんがな。あれ、学校行ってました。お、いいね。さっきまで仕事やった。あら、大変だ。大学生なので休みでした。お、大学生って今休みなのか。休暇取ってかき氷食べた。お、いいね、かき氷。
大変だ、皆さん。授業終わってからエジプト展なるものに行ってました。エジプト展？なんだエジプト展って。エジプトってなんだ？エジプトってどこだ？あれ？いや、わかるぞ、エジプト。あれだよな。ピラミッド？ピラミッドだ。アフリカ大陸か。おエジプト文明懐かしい。直接会えるお話し会って複数当選したりするんですか？え、するの？どうなんだろう。てかあれってさ、風の剣を買ってなくてさ、風の剣を買ってなくて、もう風の霊に申し込めるのかな。はてって感じなんですけど、あ、誰にでも申し込める。あ、そうなんだ。なるほどね。感謝枠もあるのかな、わかんないな。なんか4時間ぐらいだったよね。4、5時間。そうなんだね。眼福でした。ありがとうございます。寝ますおやすみ。うん、お話会だけか。なんかさ、マスクしてやるんだっけ、うちらも。ないんだ。そして2メートル離れる。おお。なんかさ、あれだったよ。なんかね、お話し会の時にこの間裏でやってた、あのチラッと見ただけだからわからないんですけど、私も詳しくはお試しみたいなんで、多分試してたやつなんだけど、なんかマイクみたいなのがあった。うん、お互いのところに。なんかさ、よくあるさ、学校のさ、あの担任じゃない、あのなんだっけ、校長先生が全校集会で話すときにさ、教壇みたいなのあるじゃん、全校集会ので。そこにある細いマイクみたいなのあるじゃん、ちっちゃい、こういう、そう、放送室的な、そうそうそう、なんかそんなのがあったように見えたから、なんかそういうのやると思うよ。多分さすがに聞こえないんじゃない、だってマスクして2メートル離れてだから、多分、多分ね、あの聞こえる聞こえない問題はね、大丈夫だと思う。そう、そこは安心してもろて。そうそうそう。ジェスチャーで会話しようボディーランゲージ、やばいな。
ゲージ。他のグループさんどうやってるんだろうね。楽しみですね。来月の頭だもんね。10、11と25と。来月楽しみだな、また。楽しんでくださいね。楽しみますよ。今日かわいい。ありがとう。エピエピエピデイ、エピエピデイ、カチューシャが。エピエピエピデイ、エピエピデイ、カチューシャが。太陽が昨日より眩しく照りつけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いた。相当エビ食べたいんだね。エビ食べたいよ。海沿いの渚で一番可愛いが、あなたはどの子を指さすの。凪一はっきりしようじゃないか。夏の恋は誰と誰とする。いいね、なぎいち。夏曲といえばなんだろう。裸足で様、うん、いつもの夏と違うんだですね。ルイボスティーを飲みながら、なぜ一人微笑むの。テーブルの下さりげなくサンダル脱ぎ捨てた。裸足になってどうするつもり。このままどこかへ歩いて行くのねえ。何をしたいんだ。行動が予測できないよ。人の目気にせずに。いいね、夏曲。ユリイカ。僕らのユリイカ発見したんだ。きっと近くに。いいね。初めての存在、夏の太陽に目を凝らす。君のことが綺麗だと思った。
ごめんねさま、ごめんねさま、いいね、ごめんねさま。夏曲を子守歌のように歌いました。真夏のサウンズグッド、真夏のサウンズグッド、つぶやきながら次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム、波音さんく心が踊るよ、去年よりも僕は本気になる、ドン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 。夏のアイドルって3割増しで可愛いよな。夏可愛いよね、確かに。体感の瞬間、さよなら黒うる青い海、キラキラあなたの焼けた焼ける、さよなら、こんなに好きなのに、お、タワーありがとうございます。まさしさん、センキュー、まさしさんありがとうです、サンキューです、ありがとう、サンキューです。 STU タワー、ほんとだ、 STU タワーだ、 STU タワー、いいね、今日は、今日のお仕事はあと1個、私が出さなきゃいけないものを返したら終わりだぜ。アバターガチャできるキャンペーン、何それ、何それ、アバターガチャ、いや、ショールーム配信までに LINE の返信全部終わらそうと思って、お仕事のって思ってたんだけど終わらなかった。ちょっとミスっちゃった、時間、やぶした風アバター、もにゅーん、ほいー、こんなのがあるのか、メンバーがランダムで出てくる、お、ガチャ回しちゃう、ガチャ回しちゃいますか、無限ガチャ編。そうなんだ、あ、やぶした風ってやってる人いるじゃん、ほんとだ、あ、これか、夏の、おい、いいね、かわいいな、みんなのアバターいっぱい見れるんだけどさ、今見てるんだけど、今みんなのアバターを見ておるよ、かわいい、すごいな、めっちゃかわいい、
すごい。俺のこと？君のこと？かもしれない。私自分のアバターなんだろう。長らく変えてないんだけど。なんだろう。今日俺可愛いやろ。せやな。君はいつだって可愛いよ。今なんだろうな。普通のかも。ボンですボン。ねエビ天可愛いんだけど。エビ。エビの人いるよね。結構。何これ。エビ可愛いな。私がエビにエビ好きだから。なんかエビへの愛が止まらないんだよな。なんでこんなに好きになった。こんなにねこんなに好きになっちゃっていいの。いやなんでこんなに好きになっちゃったんだろう。こういう歌ありそうじゃない。なんでこんなに好きになってしまったんだろう。どうしてこんなにあなたのことばかり考えるんだろう。寝ても覚めても考えているの。エビのことを。ありそうこういう歌。全部エビについてさ、エビだと思って恋愛の歌を聞くと面白いね。明日も早いのでお先に失礼いたします。ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。明日も頑張ってね。おやすみ。冷めても美味しいからじゃない。ああなるほどね。エビチリ、エビシューマイ、エビチャーハン、エビチリが好きだな。エビパン、エビ、なんか食感が好きなんだよな。エビのエビカニ、エビカニックス、エビカニックス、エビバリ、エビカニックスで、エビカニックスで、エビカニックスで踊っちゃおう。そう、あれやん、マクドもエビのやつが好き。エビエビエビデイ、エビエビデイ、カチューサンカン、エビエビエビデイ。エビフィレオ。エビフライは何つけてますか。エビフライはソースか醤油が好き。でも私タルタルがめっちゃ好きってわけじゃないんですよ。タルタルソース。でもなんかしば漬けのタルタルは美味しかった。なんかピクルス入れるじゃないですか。タルタルソース自分で家で作ったりするときは、あのねしば漬けとかちょっと変わり種でやったら楽しかったし美味しかった。おすすめです。そう、そう漬物で変わりますよね。タルタルソース飲みたい。お
おデブちゃんになっちゃうぞ。いいのか？いつもテニスラケットを脇に抱えてる。レフレフレで頑張って初めての恋をフレフレフレ。名前さえも知らない。ふーちゃんバスケットボールを抱えてそう。お、バスケットボールだったら。私はあなたの彼女になれますかですね。今日ご機嫌？いつもご機嫌だよ。いつもご機嫌だよ。ご機嫌ライオンです。ご機嫌な風をご風って略すな。卒コン行きたい。来てください。ぜひ。ふーちゃんワクチン打ったりした？してないですね、ワクチン。あいうえおかし知ったかきっかけこんなにも。ふーちゃんが話しやすい人ってどんな感じの人ですか？話しやすい人か。なんだろう、誰でも話しやすいけどな、割と。くしゃみ、くっ止まった。ああ、ダメだった。優しい人とか、優しい人、でもさ、大抵優しくない？みんな。大抵の人優しいなって思うんだよな。みんな優しいよ。そうだよ。ふーって話聞くのと話するのどっちが好き？どっちも好き。聞いて聞いてモードの時もあるし、聞くよ聞くもモードの時もあるよ。ふーちゃんが優しいって一番思うメンバーは？優しいなーって思うのは誰だろう。誰だろう。難しいな、この人って言われたら。あ、みーちゃん優しいな、確かに。みーちゃん優しいわ。平均的にみんなが優しすぎて。そう。いや、みーちゃん優しいな。まひちゃんも優しいよ。まひちゃんは優しいし気が使えるね、すごく。なんかふーがなんか忘れたとき、
忘れたとかなんかし忘れた時とか、なんかあやっとったよみたいな言ってくれるタイプ、うん、そうそうそう、そうだよママって感じ、確かにマヒママ、マヒちゃん大好き、マヒちゃんマジでマジで大好き、ふ本当に大好き、もうむちゃくちゃ好きもうすごい好きマヒちゃん、うん、マヒちゃんってよくマヒちゃんに絡みに行くのすごい好き、マヒちゃんはすごい受け止めてくれるのよ、私のすごく私めんどくさい絡みをマヒちゃんにしに行っちゃうんだけど、割とマヒちゃんマヒちゃんとか言ってよく行くんだけど、すごい、おうどうしたんって言って、そうそう、マヒちゃん大好き、そうなのよ、好きになっちゃう、あれはマヒちゃんだったらね、そうピノくれそう、うん、ピノもくれるし、マヒちゃんだったら雪見大福もくれるうん、マヒちゃんはくれるな、そう、私は絶対あげないケチだからあげない、あげんあげんって言ってもうあげない、あげないあげない、私自分で買えっていうあげない、冗談とかあんまり言わない感じなのかなみたいな思ってたんだけど、もう全然覆るね、むちゃくちゃ料理も上手だし、そう、葵ちゃんはね面白い、本当にそう、意外と毒舌なとこもあるからさ、葵ちゃんなんかダメなことはダメとかもちゃんと言うし、なんかかっこいいんだよな普通に、めちゃくちゃ、うん、すごいかっこいいよ、うん、あいうえお菓子したかきくきこんなにもいいよね、かっこいい、そういう一面があるね、そう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 だよ、そう、メンバーみんな大好きです、とってもメンバーは大好きです、心イケメンになりて、その志がもうイケメンだから大丈夫だよ、その志を持てる人はもう心が前をね向いているので良いです、その時点で、そうそう
お風の哲学私は何も考えていない。余裕を持ちたい。ゆとりのある生活いいね。風のファンの人すごく温かい。そうなのよ、むちゃくちゃ温かい。皆様、皆様とても温かい。こんばんは。ねえ、みんな優しい人たちだ。あったかい。お風呂みたいな暖かさだ。お尻に似るからね。私あったかいのかな。あったかいんだから。積水ファンは推しに似るのはガチ。確かに推しに似て遮光カーテン開けてません。お、来たドラキュラふう、今日マジ開けたよ。びっくりした、眩しすぎてうっってなったってなったそうだよ。歯磨き終わった。お、頑張ったな歯磨き。お疲れ様です。カーテン何色？カーテン今グレー使ってます。遮光カーテン。そう、朝の日差し大事だね。でもまだお風呂入ってません。私もまだ入ってないよ。もうちょっとしてから入るかな。今日は何時ぐらいに入ろうかな。今日はと1時ぐらいに入れたらいいな。お風呂明日はゆっくり。明日はね、うん、そうだね。でもネイル落とさなきゃいけない明日。今日は絶対落とさなきゃいけない。明日制服着る仕事だから落とさなきゃ。すごいハートがダラララララできてる。ありがとうございます。トニトニチョッパーさんめっちゃ貼ってくれる。卒業したらネイルしますか？しないね絶対。透明のやつぐらいだろうな、するとしても。多分そこに時間とお金はかけないだろうな、全くと思う。なんかゴテゴテのネイル苦手なのと、私が爪が深爪でありたいからツルツルのは塗ると思う。うん、そう。
多分メイクもしないと思う、ほとんど本当に失礼のない程度のメイクしかしないと思うな。ないんでしょ。いやでもぶっちゃけさ、ぶっちゃけすごいその1ヶ月に1回の皮膚科とすごい高い美容液とか毎日、まあ、毎日のケアも大事だけど毎日その高いのを使ってやるより絶対コスパいいと思う。1ヶ月の1回の皮膚科の方がし、そっちの方が効果早いし目に見えるし、なんか自分的にあやっちゃよかったってなる気持ちのモチベーションも上がるから、私はそっちの方が好きだけど、普段のやつが結構プチプラなのを化粧水バーって使ったりするからそれでいい。全然そう4人ぐらいいるじゃないかな、力士入れて。そう確か、確かね。41か、41だそうです。41 ICL とかレーシックス、わかる。レーシックやりたいけどね。鎖骨きれい、鎖骨きれい、水たまり。今日も今日とて鎖骨です。鎖骨マッサージしてる毎日、こうやってここグリグリする、グリグリ。早く写真集見てほしいな、楽しみだな。直接お話し会は制服かな。え、どうなんだろう、わかんない、全然知らないや。私どこの会場とかも知らないんだよな。ふでも皆さんも知らないですよね。あの当選した人しかわかんないみたいならしくて、でも私はもう来月とかには知れると思うんだけど、まだ知らない、知らない定位。そう、知らない定位だといいんですけど、ガチで知らない、知らんのよな、お話し会の会場、市内っていうのしか、みんなが見た情報しか知らないです、会場は。そう、制服か私服かもわかんないな、どうなんだろう、どっちなんだろうね、制服なのかな。みんなどっちが見たいの。制服と私服、レアなの。制服、私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 服、あ、私服なんだ、私服、私服、私服、制服、私服、私服、制服が邪魔をする制服かと思ったら私服。夏の私服可愛いのに私服、もちろん私服、私服の私服、衣装、おお、分かれますね。私服の方が多いね、そうなの。マジでレッスン着で一度してほしいやばいやん、ポケットからキュン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 ってコメント、ポケットからキュンです。
ってるよそれ。ポケットからキュンです知ってるよ。ポケットからキュンです。え、何落としたの？キュンです。君になんちゃらキュンです。でもなんちゃらかんちゃらシュンですみたいなやつ、うん、ふポケットって聞いたらあれだな。ポケットの中からビスケットが一つ、ポケットを叩いたらビスケットが2つ、ポケットの中からビスケットが2つ、ポケットを叩いたらビスケットが3つ。もしこっちのイメージしかないわ。こっちだな。なんか違うねなんか違うなって思いながら歌ってた。あ、そうです、ちょっとよくわかんないんだけど、あ、割れてるってことか。なるほどね。あ、ダダダ大統領、ダダダ大統領になったらね、まずは君を捕まえるね、濡れたタオルで洗いざらい、あはははは、誰ですかその女、なんちゃらなんちゃらなんちゃらロマンスのなんちゃらなんちゃら、わからん。見せてあげるね、シルブプレ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 プ。そう、ダダダの日。ふーちゃんあんまり TikTok 見ない。 TikTok 全然見ないからね、メンバーがやってるやつしかわかんない。メンバーが歌ってたやつとか、メンバーがね結構楽屋で歌ってくれるからそれはわかるよ。だからダダダ大統領もそれ、そう、何があるの TikTok わかんないの。ダダダ大統領になったらね、ドゥ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 、濡れたタオルで洗いざらい、誰ですかその女、いいね。TikTok の沼には、いや沼って言うよね、みんなみんな言うよね。なんか気づいたら朝だったとか、なんかメイクさんとかも言ってたな。なんか TikTok 見てたら気づいたら朝だったって言ってた。なんで2回言ったんだろう。いや溶けるらしいですね、時間溶ける。らしいよ。なんかね、おすすめがずっと出てくるんだって、こうやってスライドしてたら。なんか沼らしいな。ふう、また未知の TikTok 一回だけ出たやつ、未知の。しかも何もやってない、ただ打つイエーイとか言ってただけ下手、知らないやつみたいな、 TikTok 知らないやつみたいな、イエーイヤッホーとか言って
マジでやばい、素人素人素人ただの動画投稿。そう、私じゃあ今度じゃあスタジオちゃんに言おう、 TikTok 出してって。何やってほしい、どんなやつがいいんだろう、人気なやつやろうっていう。何が人気かわかんないけど、JK っぽいのやるか、 JK っぽいのやるか。うっせぇわとかあんの？どうやってやんの？うっせぇわとか分からんな。うっせぇうっせぇとかで顔大きくなってすんのかな。すごいな。面白そう。でもリアコとかする、リアコこじらせて、これちょっと覚えたよ。愛してるのはんだけどみたいなやつだよね。トゥ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 。制服着てやりましょう。リアコの意味、教師とリアコって分かんないんだけど、私も何？ガチ恋のこと？リア、リアル、リアルに恋してるなのかな。リアコって言うんだね、今の言葉で。リア恋か、何リア恋って。リアルに恋してる、訳す必要あるのかな。あるんだよ、このご時世、この世の中。リアルに恋してる、ああそういうことか。いいね、むずいね、略称文字むずいよな。おもこいみたい、あそういうことだよ。みんなみんなおもこいって略すじゃん。独り言で語るくらいなら独り言って言うじゃん。リアルに恋してるもリアコなんだよ、だからそういうことだ、多分そういうことだよ、きっとそう、うん、でもさすごい怖いんだよな、なんかさ最近だってさ2004年とかの子がさ高校生とかじゃん、怖くない？びっくりしちゃう。今一番食べたいもん、今一番食べたいもの、今お腹空いてないの、でもお腹いっぱいだよ今。風にリアコこれ合ってる？いやそれはあなたの気持ちに問いかけてください。いや4年しか変わりません。いやそうなんですけどね、時の流れ。2003年生まれの高3です。おお2003年生まれの高3、先輩だぞ人生の人生の先輩だぞ。目の前の人が肌しても怖いですそうかな、2003年、うんね、先輩だぞ、そうやって2期生を捨て
してないしてない。ふう、俺先輩なんやけど。すいません。すいません。俺もふうちゃんの先輩ぞ。あ、すいません。すいません。敬います。敬っていきます。そうだよな。でも高校生だって甲子園に出てる子たちが、そうだよな、すごいな。シュウパイセンはリスペクトしますか？リスペクトしてますよ。リスペクトです、とっても。ふーちゃんも甲子園行くの？甲子園見に行きたいね。アニメキャラの年齢を超える時のもんね、わかる。なんかさ、高校生ものの学園のアニメとか見てると、なんかうわ、みんな下やみたいな思っちゃう。はあ、全員年下かみたいな、ね、思っちゃうね。コロナが終わったらまず何したい？コロナが終わったら、うん、みんなに会いたいね。でも、うん、人に会いたい。サザエさん24歳だっけ？えっ、サザエさん24歳なの？若いね、サザエさん。あ、そうなんだ。アイドルが年上だったのに年下になってきた。確かにそれはある。なんか私アイドルじゃなくて、私が感じるのは女優さんなんだけど、なんか自分の中の女優さんって、なんかやっぱりガッキーとか、なんかそんなイメージがあるんですよ。やっぱりちょっと上の世代みたいな、ちょっとてか結構上なのかな、わかんないけど、なんか上の世代っていうイメージがあって、女優さんって。そう、でも広瀬すずさんも2個しか変わんないし、浜辺美波ちゃんも同い年だし、森七菜ちゃんなんて年下だし、うん、なんかその時にはぁって思った。なんか女優さんってなんか上のイメージあるんだよな。なんでだろうな、不思議だな、それすごい不思議だなって思うんですけど、そう、そういうイメージがある。人生だね。パー、大人っぽいからかな。確かに私の好きな女優さんは石原さとみさんとかです。鈴木福くん17歳とか、マジ、え、鈴木福くん、え、私と3つしか変わんないの？鈴木福くんって、嘘だ。鈴木福くんって私と3つしか変わんない？え、3つか4つか、え、え、そうなんだ。まるまるもりもりで止まってます。そうなんだ。だって私なぜかその丸も見てた時から、なんか鈴木福くんに対してはすごいなんか子役みたいな印象があったから、まあ子役だったんだけど、実際ふーちゃんは丸物の時何歳、何歳だろう、私は小学生かもしれない。
私も多分小学生だな、その時確か。なんか思考回路だけを混ぜてたんかもしれない。あ、そうなんだ、そうか、そうなんだ。私も小5だったんだ。そりゃそんな変わんないね。私もお子ちゃまでしたね、その時は。じゃあ、時が経つのは早い。早いね、めっちゃ。そうなんだ。怖いな。小学生の繊細さは大きいから。確かに小学校の時、小学校6年生の人ってめっちゃ大人に見えたもんな。子供店長は19歳。おお、子供店長。私子供店長って言われてたんだよな、ピアノ習ってる時に。ピアノの先生に子供店長に似てるって。ショートカットだったんだよ。ショートカットって言っても今と同じくらいかもしれないけど、今よりちょっと短いぐらいだから、子供店長に似てるって言われてた。懐かしい。お、ごめんよ。充電ビンゴ。充電です。すまん、 20% のお知らせ来ちゃった。 20% だぞ、低電力にするかっていうお知らせが来ました。ただいま。減るの早い。そうだよ、早いんだよ、めっちゃ。だいぶ早いよ。なんかプツプツすると。本当はプツプツしてた？早いでしょ。でもこれまだショールームの1画面しか使ってないから全然マシな方だよ。今長い方だった。普段はさ、なんかツイッター開いて、すぐ LINE 開いて、そこからまた切り替えて YouTube 見てとか、いろんなアプリ開くじゃん、同時の同じような時間帯で。そしたらもう死ぬほど早い、減るの。今はショールームしか見てないからマシ。そう、やばいよな。涙袋がぷっくりだ、ぷっくり。アイシャドウでぷっくりさせてます。え、マスカラがかわいい。急に。マスカラがかわいくて嬉しい。すごい好きだ、このマスカラ。わあ。会って喧嘩して、いろんな壁二人が乗り越えて、石ねじ。僕らはけど、そういうのすごい好き。くだらんな。くだらんかったな今の。めっちゃ電子レンジ。くだらんかったな。
こういうくだらないの大好き。奇跡グリーンの明日今日より笑顔になれる、君がいるだけでそう思えるから、何十年何百年なんだっけ、越えようみたいなやつ、君を愛してるね、奇跡。ああ君がくれた日々が積み重なり、過ぎ去った日々、二人歩いた奇跡。奇跡ってめっちゃいい曲だよね。わかる。私ね、奇跡と愛歌と彩香さんの虹色とシャラララン、ラン僕の心にいつまでも輝く夢ってやつあるじゃないですか。これがバスケ部してた時の外練で歌う曲だった、基本的に。そう、そう、これを歌いながらランニングするんだ。みんなで走りながらカオスじゃない？心の中いつもいつも描いてる描いてるって歌いながら走るの。そう、肺活量鍛える練習、練習みたいなやつで。そう、そう、肺活量鍛えるやつ。でもユッケ平和、平和じゃないんだよ見てるときは。そう、掛け声とかじゃない。めっちゃ恥ずかしかったよ。そう、夢を乗せた自分だけの世界地図とか言ってたら、すごいいろんな部活通るじゃん。いろんな部活の前通るの、学校の L 字ランとかあって、そう、そこでタケコプターとかすごい冷やかされるのよ、他の部活の生徒から。恥ずかしかったなあれ。そう、どこでも、そうそう、そういうの言われるの。もう真顔よ、みんなゼーハーゼーハーしながら。試合前のアップは「おはちゅうファイオ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 」でした。「おはちゅう」って「なんとかちゅう」って言うんですよ、よくあるやつ。「なんとかちゅうファイオファイオ」ってやつ。そう、そうそうそう、懐かしい。よくあるあるですよね。そう、懐かしい、懐かしい響き。ぜははは、黒ひげおるな。コメント欄に黒ひげおるな。お、じゃんじゃんじゃん、じゃあランキング読むか。じゃんじゃんじゃん、30位ライさん、29位デュラント、28位トップティーノーショー、リアルお話が当たりますように、27位コウヘイヘイ、26位カズユキ、25位デミ、24位ヒッキー、23位マサマサ、22位がナノ、21位がラソク、フーちゃんになりたいな、20位がテリーピー、19位がケイホンコン、18位が、シン、フーにまだ直接好きって言えたことないから最後に言いたい、ありがとう。17位がオフ推しのタカさん、今日も疲れお疲れ。16位が電化界、自分で選んだ椅子じゃなきゃダメ。お、なんかいいこと名言きた。15位がドリン、直接お話会当てたいの、をぜひ当ててください。
10位がブビンさん、13位が、釣り券、12位がテンポイントジュニア、11位がムニエル。ふーちゃんファンみんなに当たってほしいの話かねー、みんな当たってほしい。10位がアキアキアキ、風魔日のコラボ配信をめっちゃ熱望する風魔日いいね。9位がセティン、会えるか心配になってきた、いや会えるさね、そうよ、信じる心大切。8位がカズユキ KK、 結婚するならふーちゃんと、お素敵な夢だ。7位がウッシー、恋ラジそんなものは夢だありがとうメッセージね。6位がポニ太郎、ふーちゃん大好きありがとう、5位が花丸くん、4位がしんちゃんマン、個別お話会行きたすぎるありがとうございます。3位がなおゆ、遅くなったけどやついフェスありがとう、最高でした、フーラブありがとう、やつい楽しかったね、やついフェスありがとうございました。2位がまさし、配信めっちゃ楽しかったです、ありがとう、ありがとうでした、サンキューありがとうまさし。そして1位がトニトニチョッパさん、まあ、私が40人目に出たって言ってたね、さっきアバターかな、ありがとうございます、嬉しい、あふーのに着替えてくれてる、ありがとうございます嬉しい、すごい何人か破ったふうになってますね、すごいいね、ありがとうございます、皆さんありがとうございました、今日も配信見てくださってサンキュー、おぶぶぶ、おぶぶぶです。明日はあ、ネイル落とさなきゃ、今からそう、明日はお仕事、夜まで、明日も頑張ってね、なんかついてる、なんだろう、また明日メールします、ありがとうございました、おやすみ、いつもありがとう。